和歌山県東室郡那智勝浦町をうくい、延命寺本堂延命寺は、和歌山県東室郡那智勝浦町にある、総統州の寺院、伊豆最小院の末寺である。三五王、法王さんと称し、寺門は古本尊の図紙に描かれている十六菊門である。会期は、最長の母、明徳の一族と伝えられる説と、熊野別当の帝羽が創建した。 太勇善寺を再建した寺院という説があるが、詳細は不明である。1498年の明王王地震で発生した大津波で流された寺院を、総当州の伊豆最小院、第五聖閣天全林山戸奈緒が再建し、それ以後、各天全林山戸奈緒が解散とされている。本尊は、平安時代末期の1024年に、海から流れてきた、延命地蔵菩薩であり、 霊源新たかな北高地像である。東寺の伝記によると、平安時代末期の1024年に、東地区のくいの浜に打ち上がった仏像を安置したのが、始まりとされる。那智山阿弥陀寺の古文書によると、創建当初は、現在の JR くい駅及びくい小学校周辺に存在したと伝え、多くのガランと宿坊と五十頭がそびえ立つ、大寺院であり、阿弥陀寺はその末寺であった。 しかし、大津波による破壊により、大伽蘭は壊滅した、という古文書が残されていた。しかし、1981年の本堂全焼にて、古文書は消失した。また、近隣の新宮市佐野の雨のみ中主の神社によると、延命寺の前身の寺院は、神仏集合の神宮寺であり、熊野別島総研の大勇禅寺であったという。 アメノミナカヌシ神社はこの寺の境内に祀られていた。また、この寺院は、最長の母、明徳の出身の部族、石垣家の母大寺として創建されたという記録が残っている。1498年9月11日に発生した明王自身の打つにより、大伽藍は壊滅したと考えられる。また、昭和初期、玄武喰小学校及び玄 JR 駅の 改修工事の際には、多くの墓地跡と人骨が発掘され、延命寺の無縁等に納骨された事実があるため、全校は事実と考えられる。また、歴史的な改装年代は、平安時代頃であると考えられている。明王自身により破壊された伽藍を復興再建したのは、伊豆最小院の僧侶であった。避難地方の多くの総統州の寺院が最小院の末寺であるが、 災害後の復興再建に尽力した僧侶との関係があったと思われる。また、前従の三人の和尚が再建に深く関わっており、特に、安室隆史館山となおの墓石が残っており、中高、安室隆史館山となお前時の記載が確認できている。本尊の延命地蔵菩薩は寺倉の演技によると、万樹元年に、海中より出現したものと言われ、大仏主法教上人、 城長の作と伝えられ、事号の由来はこの地蔵菩薩によるものである。江戸時代末期まで、那智勝浦町宇クの港地区に存在した寺院に、ご本尊として祀られていた薬師如来と十二神将が、廃寺により、延命寺で祀られるようになった。不思議な出来事が数多く起きており、身体全身をどこであっても治すと言われ、霊言新たかな薬師として、信仰を集めている。 西行は、当寺の隣の目覚まし山の死を残している。目覚まし山下す嵐の激しくて、高根の松は根入らざりけに本堂と山門が種塗りになっているのは、全寺院の山門を移築したことに由来している。ありがとうございます。